日本千葉県市川市柏井町柏井町一丁目。柏井町は千葉県市川市にある町名。現行行政地名は柏井町一丁目から柏井町四丁目。郵便番号は272-0802。面積は2.964平方キロメートル。市川市北部に位置する。地域内は市街化調整区域に属しており、都市的土地利用に制限がかけられ、 住宅街となっている一方、緑も多く残る。地域の西部を JR 武蔵野線が通る。また、市川市で数少ない住居表示西港地域である。一丁目に、市立柏井小学校、乳山貝塚がある。東は、船橋市、藤原、鎌ケ谷市、中沢、西は方面町、南大野、南は、船橋市、藤原、上野山町、北は、 大野町と接している。住宅地の地価は2014年1月1日の工事地価によれば柏井町一丁目1229番11の地点で10万2000円平方メートルとなっている。森本によれば市川市は不耕作農地率が関東地方の大都市周辺部では高いが集約的な農業的土地利用がなされている地域である。 柏井町4丁目に関しては、北部が標高6から7メートルの中積低地、南部は山層の断丘からなる鉱積大地で、最も高い断丘の標高は24から25メートルという地形条件である。1970年代から脱農化、兼業化が進み、畑屋田の面積が減り、全高地面積に占める果樹園の比率が増加した。これは、 野菜の露地栽培と稲作を組み合わせる生産形態が施設園芸と果樹栽培に移行したことによるもので1990年には稲の作付けは例となった9月に柏井町3丁目で米からカドミウムが検出されたことが背景にあるここで栽培されているものはキュウリトマトネギ大根梨などである2017年9月30日現在の世帯数と人口は 以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。